上いる。死んでもワース来たー。セール95の鍵は2個売った。最近チラチラ金額の繊維見てたんだけど、なんか全然上がんないから、多分もう開けに行った人たちが見て、そもそもそんなに価値のあるものだって判断されてないんだろうなってことで。価値があったらすでに上がってると思うんだよね。あれ？箱が何もない。まあ悩むなあ。青ヘルかぶったスカブちゃん、死んだくね。
まあまあちょっと削られてるな。外周人がいる。もう一人は倒してる。最初の接敵で階段下のやつ殺して、で階段の上のやつが今グレーで飛んだ。2人いたわ。びっくりした。これか。そのためのレーザー、レーザー使ってないんだよね。入ってきたの今。G36 いいね。
14。お、いいじゃん、金庫鍵じゃんこれ。使わない派、あ、割とどっちでもいい派だね。俺ね、タルコフの上手い人たちってみんなもうエルゴある程度捨てたプレイするんだけど、捨てたプレイっていうか捨てたカスタムするじゃん。そもそも腰ダメだしみたいなって言うんだけど、俺ねエルゴ結構欲しいんだよね。だからっつってサプアンチなわけじゃなくて、サプは、まあ、つけることも全然あるんだけど、なんかそのサプ至上主義みたいな感じじゃない。タップつけた瞬間にさ、エルゴの値がモリッと減るの、あれ気分悪くね。いなかった気のせいでした。わお、うまっ。ダイアリーも地味にうまいんだよなこれ。うわ、外の下へ漁りたくねえ。運法のアダーカスタムだ。MDR だ。ああ、そうか。え、ファスト MT じゃん。意外とうまかったな。
オッケー、気持ちいい。キモティカ？ん？キモティカ？いいね。やっぱゴール系はマジで抜けるな。全然アーマーに座れてねえ。持ち頃系は抜けるね。